はい、どうも、カードショップ山本屋の山本です。さあ、今日も出来紹介やっていきたいんですけども、今日はこちらですね。ミドタン新人、これをやっていこうかなと。まあ、新人デッキね、またちょっと触っていこうかなっていうことなんですけども、まあ、結構やっぱ青、赤、白、黒は今までもね、結構やってきてたんで、まあ今回は緑いこうかなっていう感じです。さあ、緑やっていきます。プレイ。さあ、それでは7枚でキープ。さあ、まず野獣でトークン出してターン終了。お、相手も緑か。まあこっちあとね、飛び道具がないんだよね。さあ、アタック。とにかくクリーチャー並べて新人稼いで角取っていくっていうことしかできないんで、まあガンガン行きましょう。向こうはグルールか。まあ殴りますか。アタック、まあ多分全部通してくれるでしょう。はい、恋煩いの野獣。なんか出てきたぞ。霊王人の先導者。攻撃するたび2体タップ状態、攻撃してる状態。おお、なるほどね。さあ、先にガラクの方を聞くか。さあ、ガラクの方を聞く。もう殴りましょうか。アタック。ターン終了。さあ、お相手は3色か。なんでしょうね。猫デッキってことはないでしょうけど、変容。またややこしいな、おい。さあ、殴っては来ないんじゃないかな。殴ってくる。とりあえず、ブロックの能力起動。さあ、土地を出す。はい、グレートヘンジ。まあ、とりあえず殴るか。さあ、5-5でアタック。さあ、ここでトランプルが偉いね。さあ、恋煩いの野獣でドロー、ガラクでドロー。この2枚並ぶとなかなかアドがすごくなってきそうですね。なんとか次のターンナイリア先に出したいな。ナイリア出して、残り3マナ。まあこの2体出せるか。渡る大津の。4色。あ、そういえばそうか、さっきのコブラで出たんだね。さあ、ナイディア。はい、土地を出す。満神殿の祭殿。
先にシャンブラーから行くか。そしてなんで、まあ別に相打ちさせてもらえるんであれば。さあブロックしてこない。はい、ターン終了。手札もいい感じに充実してますね。こいつがこの盤面だと強そうだな。さあ向こうの土地が伸びる。ライフ回復される。女造樹。さあゴリゴリいきますか。はい、不死の騎士。ファレン卿。さあ土地を出す。さあ南泥が食う。南泥が食う。さあ殴ります。はい、アタック。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープします。さあ先行クリーチャー並べてガンガン行きたいですね。2ターン目動けんのきついな。でも2ターン目なんかやりたいな。おっと、さあアタック。はい、ターン終了。3ターン目どうしようかな。野獣出した方がいいか。はい、野獣。ターン終了。活力回復。はい、ガラクの放棄。さあ、カードを引く。まさか高潔の証は入ってないよね。さっきからなんだろうな、なんか止まるのは。ああ、希望の光か。さあ、アタック。ターン終了。おお、高機能の野心か。結構きついぞ。あれがでかくなるだけで本当にしんどくなるね。はい、ガラクの放棄。土地が欲しい。よし、土地が来た。さあ、ファレン卿を出して野獣でアタック。信仰の足かせ、これなんだっけ。ああ、4点回復されるやつか。結構しんどいな。ブロックしない。さあ不死の騎士。さあ土地来い。よしよし、土地来ましたね。ありがたい。さあこれで
3体でアタック。そんなカードがあるか。さあ、ターン終了。さあ、次のターン、クローティスの木と、これが決まれば、押し切れるかなと思うんですけど。いけそうですね。さあ、アタック。もうこれはどうしようもないでしょ。はい、対戦ありがとうございました。なんでこんなにあっても仕方ないんだけどね。まあ行こうか。ちょっと偏りすぎか。一旦目動けないのも結構しんどいね、先行だけど。さあ、でももう一枚土地引かないと結局何もできんよね。黒緑パンくずの道しるべ。相手はフードか。さあ、土地は来てくれた。サダック。ターン終了。もう一枚道しるべ。これは面白い。不死の騎士。さあ、アタック。はい、ターン終了。抜け目ない狩人。殴るか。さあ、アタック。さあ、ナイレア。ターン終了。巨大な好機。77の巨人が出てきた。まあ、でもとりあえず殴るか。さあ、アタック。サプライチカウンター乗せて、ここは数出した方がいいか。なんで野獣。さあ、次のターン一気に出していきたいね、殴って。おお、パイ包み。
ただそれだとこれはもう勝ちかな。さあ野獣アラクニル、はい野獣サダック、はい対戦ありがとうございました。はい、さあ7枚でキープ、2ターン目3ターン目4ターン目が決まってるけど、まあ1ターン目動けんけど先行だからまあまあなんとかって感じですかね。さあファレン教、情熱的な先導者、あーまあ殴るか。さあダックさあガラクの放棄、さあ不死の騎士、さあワンドロー、さあアタック、もう希望の光か、はいはい、なるほど。さあヘリオットが来た、もうさっさとグレートヘンジ出しときたいところだけど、どうする、グレートヘンジ出すか。さあダック、ターン終了、倍包み、さあライフ回復でハンドに戻す、はい不死の騎士、さあこの動きがめっちゃ強い、さあ不死の騎士、さあアタック、はい対戦ありがとうございました。さあそれでは7枚でキープします。さあ土地を出してトークン出してターン終了、グリフィンの功労、はい、ファレン教出してアタック、ターン終了、はい神聖なる僧侶、さあここで回復させてくるか、お来なかったね、とりあえず殴るか、殴りましょうか、アタック、
はい、恋煩いの野獣。信仰の足かせ。22が出るんだっけ。22飛行が出るんだね。さあ、グレート返事。次へ次へ。これしない。ターン終了。さあ、殴りに行けない。せめてトランプル持ってるやね。面白いんだけど。さあ、2点回復、ターンもらいます。お、いいの引きましたね。はい、不死の騎士。はい、アラクニル。さあ、2点飛ばす。これはいいね。さあ、アタック。さあ、これは次のターン、これでクローティスの木とで一気にいけそうですね。プラジュース修正はでかいですよね。さあ、しかし3体展開の語り部、なかなかいいようには生かしてくれんね。まあでも一応相手は全滅するから OK か。はい、クローティスのキット。トランプルあったらよかったけどね。あ、諦めましたね。はい、対戦ありがとうございました。さあ、それでは行きましょうか。まあ、不死の騎士あんのはいいけど、まあ1ターン目2ターン目動けるから OK ですかね。はい、7枚でキープ。さあ、アラクニル。死の重みか。これ結構きついパターンだぞ。もう一体荒くにいる。いや、これ結構きついぞ。はい、ヨルボ。サリッド。はいはい。さあ、ガラクの放棄。さあ、カード引く。はい、アタック。で、ターン終了。うん、まずいね。何がまずいって、土地が止まってんのがまずすぎる。うわー、ほんと土地止まって
ったな、厳しいな。さあ、ヨルボ。もうやっと来た。総人の暗殺者5754、あなたの終了ステップ開始にこのターンクリーチャーが死亡してたらカードを引く。うーん、はい、不死の騎士出して、お、いいですね、土地出して、シャンブラー、まあ、これは殴って OK じゃないかな。はい。アタック。はい、ターン終了。このままグレートヘンジ出せれば勝てそうな感じですけどね。再来、ああ、なるほど、これでさらにカードを引いていく感じですか。さあ、グレートヘンジ、はい、不死の騎士、さあ土地を出してトークンも出しましょうか。さあアタック、これはもうブロックせざるを得ないですからね。はい、ターン終了。さあ、ぬかるみのトリトン、殴ってくる。ああ、殴ってくるの、まあ一応トランプル持ってるからね。悪夢の番人、悪夢の番人落とすか。アラクニル脱出、さあいろいろと起こる。さあ、不死の騎士、さあこれで、さあアタック、はい、対戦ありがとうございました。はい、さあデッキ紹介いきます。群れのシャンブラーが2頭、クサリスアミのアラクニルが4、ヘンジの土、ファレンキョウガニ、アサルナンデーが4、ガラクのホウキが4、ギャレンブリグの領主ヨルボが2、恋煩いの野獣が4、マンシンデンの、祭壇が2、鋭い目ナイレアが2、狩りに呼ばれしレナータが2、不死の騎士が4、クローティスのキトが2、グレートヘンジが2、森が24ということでね、ミドターン新人、うん、不死の騎士がね、非常に、まあ、グレートヘンジとも相性いいし、新人とも相性いいし、うん、使い勝手がね、いいですね。さらに速攻持ってんのいいですね。これがね、ガラクの放棄とも非常に相性がいいんでね、うん、かなり使いやすいですね。このあと、ヘンジの土、ファレンキョウ、まあ、これがセットで暴れると、なかなかね、
止まらない感じになってくるんで、まあ、ヨルボもそうですね。まあ、やっぱここら辺強いな。新人4はこれでも本当いいな、不死の騎士。めっちゃ使い勝手いい。クローティスの木とこれね、決まるとめっちゃ気持ちいい。6マナソーサリー。ただね、まあ本当これトランプルがつけばね、もっと強かったんだろうけど、トランプルがつかないのがきついね。6マナでソーサリーでそれは、ちょっと寒いなっていうね。まあそこがあんまり使われない理由なんでしょうけど。まあでも決まるとやっぱパワーはありますね。はい。ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。